大学入学共通テスト天気をお伝えいたします。まずは天気図からご覧ください。週間の天気図を確認していきますと、テストが行われる14日15日ごろ、週末には前線や低気圧が日本付近にやってきます。広くお天気崩れることとなりそうです。ではまず14日のお天気アイコンで見ていきましょう。ご覧のように各地曇りや雨のアイコンとなっております。傘の出番となりそうです。しかも東北などでも雨ということなので、雪が積もっているエリアでは路面状況が悪くなる恐れがあります。那覇では晴れのアイコンです。では続いて15日日曜日です。日曜日も同じように曇りや雨のアイコン多くなっております。気温の変化も大きくなりますので、体調管理引き続きしっかり行うようにしてください。受験生の皆さん、あともう一踏ん張りです。最後まで頑張っていきましょう。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでご確認ください。